はーい、ということでやっていきましょう。どうもラルございます。ということで開封動画のお時間になります。ということで今回はですね、こちらでございます、にゃんこ大戦争カードウェハース怪しく光る第6弾ということで、まあ以前にもですね開封動画の方やったんですけども、また今回もですね、こちらの方あんま数ないんですけれども、まあサクッとですね開封の方していこうかなと思います。でこれに関してですね、いつも通ってるスーパーにですね、もう端っこに置いてられてたんでね、まあちょっと心が痛くなりましたので全部買ってきました。はい、ということで、まあ、9個しかないと思うんですよね。多分9パックだとは思うんですけれども、まあ、ちょっと数え間違いあったらすいませんが、まあ、とりあえずね、開けていくわけなんですけども、まあ、9パックなんで、そんなにね、あんまりちょっと内容としてはいいの出ないような気がしますけれども、まあ、とりあえずですね、超激レアか、あとは超高レアかな、まあ、できれば、見たまが来てくれたら嬉しいなっていう感じでやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。じゃあもうサクッとね、やっていきましょう。今回はもう箱買いとかね、大量買いとかじゃないんで、本当におまけ程度の動画なんでよろしくお願いします。はい、まあとりあえず定期的にですね、まあこんな感じで開封動画とかもね、まあちょっとやれればなと思うんでよろしくお願いします。さあということで1パック目いきましょう。何が出てくるかな。はい、はい、ちびけでございますね。まあこの辺はもういいよね。だいぶあなた来た気がするから、まあ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 いいでしょう。じゃあどんどんいきますよ。まあ9パックなんで、いやーどうだろう。まあ、レア抜きとかはさすがないとは思うんですよね。ウェハース系にそういう多分ね、ものはないとは思うんですけれども。さあ、2パック目。ああ、これは激レアでございますね。救命か。あ、救命じゃない、日焼けか。あ、はい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 。ということで、日焼け猫でございます。これは多分ね、どうだろう。2枚目とかなのかな。あんまりなんか出たイメージなかったんですけれども。まあでもいいですね。激レアも結構割と、イラスト好きなのでね。まあ光り方かな、白押しの。まあいいや、じゃあとりあえず次3パック目でございます。今のところはとりあえず超激レアの方は来てないけれども。でも超高貴そうな気がするな。まあ、おーっと、これは超激レアだ。これは超激レアだ。これはかぐや姫だな。はい、来ました。かぐやちゃんはね、多分だいぶ3枚目ぐらい行ったんじゃないのかな、あなた。多分それぐらいだと思いますけど。またとりあえずおいおいですね。近々、もう何回も言ってるとは思うんですけども、にゃんこ大戦争のカードウィハースの方ですね。ちょっと紹介動画の方やろうかなと思います。まあ、ちょっとね、だいぶ保管方法がすごい適当なんで、ちょっと何とも言えない状態なね、動画になるかなと思うんですけど、そこはちょっとお許しください。まあ、とりあえずどんな風に撮るか。おお、起きたやったーということで、はい、もうノルマ達成でございます。はい。来たね、見たわ。これで多分3枚目じゃないですかね、多分。記憶上では。いやーよかった。9パックで出るもんなんだね。いやー嬉しいでございます。はい。ということでね、まあ、個人的に別でね、買ってるウェハースチョコがあるんですけど、そっちの方はね、全然アナザーカードが出なくてね、もう本当に困ってたところなんですけど、ニャンコウェハース、おお、すごい内容、おお、やばいね。今回、やるぞ、これ。すごい、すごい、すごい。ちょっと、いやー、今回はいいね。いい内容だよ。これ最高だわ。いやー、いいね。やっぱこんな感じの内容だとね、やっぱね、買う側としてはテンション上がりますわ。はい、じゃあとりあえずですね、何パック目か忘れましたけど、いきますか。お、大集合でございます。いいね。わ、なんか、今回すごいね。わー。いやーいいね、完璧完璧。あと残り3パックはもう正直何でもいいかな。もう超激レア2枚来たんで、ああもういいよね。そんな高望みしなくても。はい、ああ宇宙か。オッケー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 。まあ全然いいですね。はい、ということで残り2パックでございます。やっぱ早いね。9パックしかないからだいぶサクッといきますけれども。さあということで残り2、何が出てくるか。さすがに、お、超高ですね。裏飯か。おー、いいね。裏飯もだいぶいいね。はい。いいねとしか言いようないけど。はい。ということで、これで最後でございます。最後の1パック、何が出てくるでしょうか。まあ、多分予想としては、多分超激レアとかは出てこないとは思うんで、まあ、レアか EX のチビ系じゃないかな。いきまーす。さあ、ということで、あー、レアキャラですね。サイキック猫でございます。はい。
ということで、こんな感じでございましたね。まあ、とりあえず今回序盤の方にだいぶいいの来ちゃったんでね。はい。まあ、個人的にはそうですね。まあ、この4枚ぐらいかな。でも大集合も結構気に入ってるんで、まあ、こんな感じ。いや、もう勝ちだね。ああ、よかったね。はい。ということで、こんな感じでございました。見えなかったら申し訳ないんですけども。はい。ということでですね、まあ、ちょっと今回はですね、まあ、スーパーの端っこに追いやられた、にゃんこ大戦争ウェアハウスの方ですね、購入してきましたけれども、内容としてはなかなか最高な、内容でしたので、またとりあえずですね、まあ、6段か、まあ、それ以降か分かりませんけれども、またですね、開封動画の方もやっていければなと思うんで、よろしくお願いします。はい、ということで、今回の動画は以上になります。だいぶ短いんですけどもね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。